友人と飲んで寝ていた夜、ガサゴソと動く気配とカラコロと窓を開ける音で目が覚めた。窓の方に目を向けると友人がベランダに出て、そのまま欄干を越え飛び降りようとしていた。おい、何やってんだバカ、叫ぶと友人はゆっくり振り返り、不思議そうな顔をすると、ここからしか出られないと言った。やばい、酔ってる。布団を跳ねのけ、友人の肩を掴んで室内に引き戻す。友人はまだぼんやりしていたので平手で頬を張る。目を覚ませバカ。やがて正気になった友人は言った。なんか真っ黒な部屋の中にいたんだわ。その部屋扉とかなくてさ、出られないの。やばいなって思ってふと見ると、壁に一つ小さな小窓があってな。ああ、あそこから出られるって出ようとしてた。酔っていたとはいえ危ない話だ。一歩間違えれば死んでいる。顔を洗ってくるわ。そう言って洗面所に向かう友人の背中がゆらりと揺れた気がした。そして気がつくと真っ黒な部屋にいた。部屋は狭く、ものすごい閉塞感がある。外に出なければならない。強くそう思うのだが、部屋には窓もない。ふと見ると大きな扉がある。しかしとにかく出ようと扉に手をかけても開かない。鍵がかかっているのだ。ふと足元を見ると鍵が落ちている。おそらく扉の鍵なのだろう。よかった、出られる。鍵を拾った私は扉を開けようと鍵穴に鍵を刺そうとする。何やってんだバカ、誰かが叫ぶ。鍵を開けなきゃ、つぶやいて鍵を刺そうとする私。次の瞬間、ものすごい力で後ろに引っ張られた。続いて頬に走る痛み。気がつくと元の自分の部屋だった。どういうこと、問う私に友人が言う。顔を洗って部屋に戻ってみたら、お前がコンセント見つめてブツブツ言ってたんだよ。何してんのかと思ったら、いきなりピンセット差し込もうとしたから引き離して殴った。バカな酔っ払いが二人死にかけた話で、片付けるには怖いよねこの話。